まあ、一番の目玉はニューヒーローガチャ、こちらですね。はい、どうも皆さんこんにちは、太陽です。今日もジャンプチやっていきたいなと思います。はい、まあジャンプチの方なんですけれどね、団結バトルの方も、まあ、延期になってしまって、まあ今ね、皆さん何をなさってますでしょうか。まあ、やっぱりね、新しいイベントとか、まあ、来てくれると、まあ、ちょっと盛り上がるんですけども、まあ皆さんおそらくね、今は団結バトルに備えて、まあ、コイン集めをしている方とか、まあ、もしくはですね、降臨のキャラクターを、まあ、この際にね、運マックス目指している方、まあ、あとは進化素材とか、進化素材というか覚醒素材ですね、まあ、そちらを集めたりとか、あとはレジェンドの強化を進めている方が大半じゃないかなと思うんですけども、皆さんに朗報ですといったところで、本日お知らせの方が公式から更新されまして、はい。で、ちらっとね、こう見ると、まあアイテムの画像が変更となりますと、まあここら辺については、まあ大きな変化はないんですけども、まあ色がね、まあ、紫から、緑とか青っぽくなりますよっていう、まあ、感じと、あとはなんといってもですね、まあ一番の目玉はニューヒーローガチャ。こちらですね。で、こちらについては、まあこの画像を見てね、まあ一発でこれだこれだってわかる方もいれば、このキャラなんだっけっていう方もいると思うんですけども、まあ自分もね、このキャラクターたち、まあみんなについて詳しいわけじゃないんですけども、大の大冒険、こちらは、まあドラゴンクエストを題材にした、まあアニメもあるし、漫画もありましたね。あとは暗殺教室のコロ先生。あとは花の刑事、雲の彼方にということで、花の刑事から前田刑事で、ボンボン坂高校演劇部、こちらの作品はですね、まあ、自分よく知らないんですよね。で、こちらの方見ていくと、で、最初はですね、まあ初回、500ルビーで回せると。で、2回目が750ルビーで、3回目6回目9回目で、まあ、新星5キャラが1体確定と、まあ、言ったところで、こちらはですね、まあ今までは3回目は1体確定っていうことだったんですけども、今回はですね、まあ、6回9回も、まあ、星5キャラ、まあ、1体確定のチャンスがあるってことで、まあ、3回ですね、まあチャンスは、まあ、確定で来るってことなんですけども、まあ、9回ってことは90連ってことなので、まあ、90連も回す人いるかっていうところなんですけども、まあ、そんなことってね、まあ、自分ね100連とかしてるわけなんですけども。で、今回ピックアップというか、新しくのが、大、コロ先生、前田刑事、これ、日々の誠でいいのかな、読み方。合ってますかね。で、個人的にはね、まあ、大は、まあ、懐かしいような。ただですね、こちらの大の大冒険についても、まあ、ジャンプとしてはですね、まあ、かなり前の作品。まあ、調べた感じだと、まあ、20年以上ね、前の、まあ、作品だといったところで、まあ、自分もですね、まあ、小学生ぐらいの時かな、中古のね、本屋さんとか、行って、一式ね、買ってもらって読んでたような記憶があります。で、内容としてはですね、まあ、こちら大が、まあ、なんでしょう、ある島みたいなところにいるんですけども、まあ、そこでね、モンスターたちと暮らしていると。まあ、後々ね、いろんな島、まあ、いろんなね、ところに行って敵と戦うわけなんですけども、いやね、大の大冒険ね、まあ、かなり面白い作品だったと思うんですけどね、改めて読んでいきたいなと思いますね。コロ先生については知ってる方多いのかな。まあ、自分もこの作品、まあ、読んだことあるわけじゃないんですけども、まあ、この人はね、まあ、一応先生なんですけども、まあ、かなりね、まあ、宇宙人っぽい見た目はしてるんですが、まあ、生徒にね、まあ、倒されかけるんですが、まあ、倒されないと。で、かなり強いんですよね。まあ、移動スピードもめちゃくちゃ速かったりとか。なんかそんなね、変わった先生みたいですね。あとは前田刑事。こちらについては、
まあ、自分もね、こちらも漫画は読んだことないんですけども、格闘家のね、角田信行さんがね、この曲歌ったりしてるわけなんで、まあ、自分はそちらの方でね、ちょっと知ってるかなっていうぐらいですね。あと最後のこの日々の誠ですかね。こちらの方は、まあ、存じ上げないという感じなんですけども、あとは前回まで新キャラだった、まあ、八神ライトとか、まあ、そこら辺も、ガチャとして盛り込まれますと、まあ、言ったところなんですけども、皆さんはどうですかね、今回は。お目当てのキャラいますでしょうか。まあ、能力とかがね、まあ、判明し次第、まあ、かなりね、まあ、このキャラ欲しいなっていうのが分かってくるとは思うんですけども、まあ、どうなんでしょうね。で、ジャンプを読まれてる方はすでにね、知ってる方も多いと思うんですけども、次、まあ、来る、まあ、敵としてハドラーがね、まあ、来るみたいな、てかジャンプの方には画像もね、まあ、出てるらしいんですけども、まあ、ハドラーっていうのが、大の大冒険に出てくる敵キャラなんですけども、まあ、そちらにね、もちろん、まあ、大が、まあ、有効に働くんじゃないかなっていうところなんですよね。なんでそこもね、楽しみにしていきたいなと思います。あとは同じくジャンプの項目のところに、第3弾の試しの間、まあ、オロチマルが来ますと、まあ、書いてあるので、まあ、そこに対してもナルトがね、まあ、有効に働くんじゃないかなと思うんですけども、まあ、オロチマルというとね、まあ、どっちかっていうと自分の中ではナルトよりもサスケのイメージが強いんですよね。なんで、まあ、サスケとかもね来てくれたらいいなーなんては思ってるんですけど、皆さんはいかがでしょうか。やっぱりね、こう主人公のライバル的なキャラクターっていうのは、まあ、好きな方結構多いんじゃないでしょうかね。まあ例えばナルトのサスケしかり、まあ、まだ来てないけどハンターハンターのキルアとか、まあ、そこら辺のね、まあ、友達だったりとか、まあ、ライバル的なところも、まあ、実装されると、まあ、胸熱というか、やっぱ熱いですよね。よっと、よっと。はい。で、今ですね、まあ、不具合の方は、相変わらずあるんですけども、まあ、チームのチャットの方ね、まあ、なかなかね、入れないんですよね。ただし、なんか1日ね、1回か2回ぐらいは、うまくね、まあ、ログインできるみたいで、まあ、その時にね、まあ、ちょっとコメント残したりはしてるんですけど、なかなかね、ログインができない状況が続いてますので、まあ、チームのね、まあ、みんなにも大変ご迷惑をかけております。あとは、まあ、今自分の方もですね、まあ、レジェンドのキャラクター、あ、これ違うな。このレジェンドのキャラクターの方のね、レベル上げをしてるんですけども、今んとことりあえず平均的にね、まあ、レベル5ぐらいまで上げようかなってことで、今持ってるキャラクターについては、5まで、コツコツ上げてきて、今ね、ブルーアイズの方も上げていこうかなっていうところまで進んできてます。あとはお金の方もですね、6000万まで貯まってきまして、まあ、1億までね、まあ、もうちょっとかなっていうところですね。あとそのハドラーについては、まあ明日以降ね、またお知らせとか来るんじゃないかなとは思ってるんですけども、まあ何日行くとかね、また決まってないみたいですので、そこら辺もね、楽しみにしていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。